金はじめ主は、韓国の元プロボクサー。元 WBAWBC 世界、スーパーウェルター級統一王者。アマチュア時代は、韓国代表として、ローマオリンピックに出場し、プロ転校後、韓国初の世界チャンピオンとなった。1939年に生まれ、アマチュア時代は、ウェルター級で活躍した。1960年には、ウェルター級韓国代表として、 ローマオリンピックに出場する。しかし、2回戦で、イタリアのニノベンベヌッチと当たり、敗れる。とは日報号外五輪出場後、1961年8月1日、ミドル級で、プロデビューしその後、韓国ミドル級タイトルを獲得した。1965年1月10日、東洋太平洋ボクシング連盟ミドル級タイトルを獲得。 同タイトルを3度防衛した後、階級をスーパーウェルター級に落とした。1966年6月25日、ソウルで WBAWBC 世界スーパーウェルター級王者2のベンベヌッチと対戦し15回判定勝ちを収め、韓国初の世界王者となった。1967年10月3日、フレディ・リトルを15回判定勝ちを収め2度目の 防衛に成功した。1968年5月26日、敵地イタリアでサンドロ・マジンギと対戦し、15回判定負けを喫し2度目の防衛に失敗し王座から陥落した。1997年6月10日、肝癌のため死去。57歳坊つ。ありがとうございます。